エリクラスはエストニア出身の指揮者。1939年タリン生まれ。地元の児童音楽学校でバイオリンを学んだ後タリン音楽院でグスタフ・エルネサクスに合唱指揮を指示。1964年からレニングラード音楽院でニコライ・ラビノビチの訓導を受けボリス・ハイキンにも指揮法を教わった。音楽院在学中からエストニア国立公共楽団の 多楽器奏者兼指揮者として活動し、1975年から1994年まで、エストニア歌劇場の主席指揮者兼芸術監督を務めた。任期中の1985年から1990年まで、スウェーデン王立歌劇場の主席指揮者を兼任し、1991年から1996年まで、オーフス交響楽団、 1996年から2003年まで、オランダ放送公共楽団の各オーケストラの主席指揮者を歴任した。2002年からは、タリンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者として活動した。2016年、タリンにて没。2009年、歌の祭典でのパレードに登場、エスニッシャー・ディラガント・エリ・クラス・ゲシトルベン。 無クホイテ、オリジナルの2016年3月5日、時点におけるアーカイブ。http://www.peep.as/.530b85bb2016 年3月5日閲覧。ありがとうございます。